さて新生活のスタート、私たちも番組が新しくなって心機一転頑張っていますが、子どもたちも頑張っています。この春から人生初の試練に立ち向かっている幼児に密着しました。響き渡るのは福岡市博多区の住田保育園。この春に入園した子どもたちにとって4月は試練の時。大好きなママやパパと別れたくない一心で泣き叫びます。大丈夫だよ、強い気持ちは重い扉だって開けてしまいます。アラさんのママ見に行こう。アラさんのママ呼んで呼んで。毎年恒例ですけれども、まあ1週間もするとですね、落ち着くんですけれども、初めてお母さんから離れるわけですから、それは悲しいですよね。この試練の時を乗り越えたお兄ちゃん、お姉ちゃんの教室を覗いてみると、元気に体操をしています。力強いステップを踏んでいるのは、去年、涙で顔をぐしゃぐしゃにしていた日向くんです。こちらの教室では椅子に座って先生の話を静かに聞いています。この凛々しいお兄さんは一茶くん3歳。2年前は窓際から離れられず、ママのお迎えを待ち続けていました。すっかりお兄さんですね。泣き声の大合唱が落ち着いたのは午前10時。泣き疲れて喉はカラカラ、お腹はペコペコ、おやつが進みます。そんなおやつの時間もひたすら泣き続けたのは、リクト君1歳。5人兄弟です、はい、の一番下末っ子です。置いていかれることに本人は戸惑ってると思います。いつも連れて帰ってもらったんで、お母さんにですね。リクト君頑張れ。響き渡る保育園、子どもたちにとって大好きなママやパパと離れて保育園に通い始める試練の4月。リクト君はおやつの時間も遊びの時間もただただ号泣。泣きながら根気強くママのお迎えを待ち続けています。帰りましょう。帰ります。よいしょ、帰りましょう。おかえりなさい。お疲れ様です。かわいい、よかったね。頑張ったね。それでおでんだよ。まあ、そうか、頑張ろうね。お疲れ様でした。最初いっぱい泣いた方が慣れも早いっていうんで、泣いて少しずつ慣れていってくれたらっていう感じですね。本当に頑張ったね。ね、
ですよね。だと思う。新しい生活のスタート、子どもたちも頑張っています。